南坂テニススクール坂根です。いつもありがとうございます。今日はどんな質問でも答えてみようと思いますので、今日の質問をもう、あ、じゃあ今日の、坂口、はい、何でしょう。坂口、今日の悩みを抱えている人は真鍋コーチですね。何でも聞いてみましょう。何でも答えるからね。言ってごらん。試合の日に靴下を右から履くか、右から履くか、左から履くか、左から履くか、どっちから履いたらいいか悩んでるんですよ。なるほど、いい質問だね真鍋コーチ、さすがだな。右から履くか左から履くか悩むよね。それはね、君次第だちっちゃいこと気にするな。若ち子だ本当に。まだあるのか質問は。あとですね、あとなんだ、休憩中の時、そうか、ちっちゃなことは気にするな。若ち子、なあ、この動き、若ち子のこの動きだ。やったよ。ボレーをするときにこの動きがあれば、お願いします。ここから若ち子、ちっちゃいことは気にするな。若ち子ですね。そして若ち子、できるだけバックのままセットして若ち子、こっちだ、若ち子、良くない動きとしてはいいですか。良くない動きとしてはまずバッこれですね。先に面が開いてそのまま持っていくんではなく、これだけ見えますか？遠いかな？近くにしようかな。若ち子、いいね。若ち子、バックで待ってましょうね。バックだったらどうなるのかな。若ち子だとしたら、チコ若ですね。チコ若。あ、まず、チコ若。若。チコ若。若。ほわわ若。チコ。若はチコ若。チコ若。チコ若。チコ若ですね。ちょっとどこから見ようかな。前から見ましょうか、やっぱね。もう前から見たいですよね。だっても知らないぞ。若の時にこっち向いてますね。そのままにしたら下向いて左向いてる状態ですね。ここからチコ、まあ果たしてこれが若チコか分かりませんけどね。若チコなのかな、分かんないですけどね。まあこの動きですね。若ち子ですね。こっち側に広げますね。ち子若、これをこうしないようにですね。ここから肘を止めた状態で、肘から曲げ伸ばしをするんではなくて、肩から動かしていけるんですね。バックハンドの時にだからち子からだから結構後ろになりますね。ここからチコ若、チコ若、こうならないんですね。最終的に前に出すね。チコ若、こっちは若チコ、若チコ、こうしないように、わあ若チコ、ここの動きをしっかり使ってやってみてください。それじゃあまた、ありがとうございました。